はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、古田のスターウォーズチョコエッグです。はい、それをですね2つ箱買いしましたね、うん、これはねもうね絶対コンプしないといけない。そうだよね、うん、なんでかって言ったらもう実はスターウォーズ大好きだし、もう今着てる T シャツ2人ともスターウォーズだしね。うん、ちなみにこれは10個入りだから、うん、だから20個あるってこと。そうだね、それで、全14種類みたいですね、うん、シークレットも入れて14種類なので、この20個でもちろんこれからコンプしたいと思います。はい、はい、まずこちらの1箱目あげますね。はーい、カパ、おーおー、おー、はい、こちらがパッケージですね。ここにダース・ベイダーでしょ、うん、でここに、アナキンとオビワン、うん、戦ってますね、戦ってますね。で、こちらが旧三部作の方で、うん、ルークとハンソロとチュバカとボバフェットいますね、うんうん、横側もいろいろ書いてある。上は CPU とアレツ。そうだね、キラキラだね、うん、パパはですねダイエット中ですので、はい、まあ、とりあえず1個は食べようか。はい、で、余ったやつは全部このタッパーに入れて保存していきましょう。はい、この保存したやつはエイシン君1日に1個ぐらい食べてください。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、それぞれもうどん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 開けていこう、はい、あの20パックあるからね、うん、それぞれどんどん開けていきましょうか。はい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 なんで改めて言い直した。これは開け方注意しないとね。うん、いきますよ、はい、ボボン、開けちゃいます。はい、さあ何が出るかな。お、これはショックトルーパー、結構出来が良さそうだ。うん、こちらのショックトルーパー出ました、うん、これちょっと後で細かく見ていこうね。はい、はい、どんどん開けていきましょう、どんどん、うん、次はお、これはハンソロだ。ハンソロだね。うん、じゃあ組み立ててください。はい、うん、じゃあまた前と同じにいこうか。はい、パパが開けてってシンくん組み立てていく役で。はい、はい、じゃあこれでどんどんいきましょう。で、うん、ここの最初の1個エイシンくん開けたチョコエッグちょっとぐちゃぐちゃだからこれ食べていこうか。はい、はい、でどんどんいきましょう、どんどんね。3個目、おお、出た !3PO、うん、はい、じゃあこれで組み立てててください。はい、4個目開けます。よいしょ、あーいきなりかぶった 3PO、うん、はい、5個目は何でしょうか。おお、来た、ヨーダ、ヨーダいいね、うん、じゃあこれもお願いしますね、うん、6個目なんか軽そう。よいしょ、はい、お、グリーバス将軍、おお、すごそう、ライトセーバーいっぱい出てる、うん、7個目、7カプセル目、おお、来た、ダース・ベイダー、おお、8カプセル目、よいしょ、あー、またグリーバス、あちゃー、9カプセル目いきます。はい、よいしょ、はい、お、あー、またショックトルーパー、結構かぶるな。10カプセル目いきます。はい、お、出た、チューバッカ、おお、よし、はい、まず最初の10箱で出たのはチュバカ、うん、ハンソロ、ショックトルーパー2体、うん、グリーバス将軍2体、うん、C3PO 2体、はい、ヨーダ、ダースベイダー、うん、で、7種類でしたね、うん、3つ被りました、うん、あとこの残りの10箱、うん、これで残り7種類、うん、コンプしたいですね。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、はいはい、では後半の10箱を開けていきますね。はい、またパパが開けてシンくん組み立てるっていう流れでいきましょう。はい、11カプセル目、よいしょ、新しいの願い、お、ボバフェット、ボバフェット、よーし、新しいの出た。12カプセル目、よいしょ、はい、ボバフェット、おー、来た、ルーク、本当だ、いいね、順調だよ、順調だよ、はい、13カプセル目いきます。はい、はい、これはあ、またルーク、いやー、14カプセル目、あー、ヨーダ、あとはアルツディス、うん、オビワンケノービー、うん、ストームトルーパーシークレット、おー、あとダースモール、はい、次、あー、スリーピオ、スリーピオかー、15箱目スリーピオいきます。お願い、新しいのプリーズ、あー、またスリーピオ、スリーピオ率異常に高いんだけど、そうだね、17カプセル目、うわ、ハンソロ、やばい、18カプセル目お願いします。私のプリーズ、あー、チューバーカー、コンプならず、コンプならず、19カプセル目頼みます、新しいのプリーズ、あー、グリーバース、最後20カプセル目、はい、頼みます、頼みます、
さあ何が出たか、ハンソロ。はい、ということで今回出たスターウォーズの直訳見ていきましょう、はい、まずこちらが1番のルーク・スカイウォーカーだね、はい、顔は全然似てませんね、うん、似てないけどこれね今までの直訳なかったと思う、うん、足飛び出てんだよね、うん、ちょっとダイナミックだよね、うん、こちらは2つ出ましたね、うん、かぶりました。お、こうやってるとなんか戦ってる風になる。本当だ。同じもので。同じ人だけどね。はい、こちらが2番のハンソロでございますね、はい、こちらも残念だけど顔は全く似てませんね、うん、でもポーズはいいね、うん、売ってる感すぐある。そうだね。で、ハンソロは、3体出ましたね、うん、おいいね。これだと分身したみたいになっちゃうね、うん、次の3番のオビワン・ケノビーは出ませんでした今回、うん、出ませんでした。はい、次に4番の C3PO ですね、はい、ちょっとなんか足がね斜めなんだよね、うん、なんか気取ってる風になってるけどこれね曲がっちゃってますね、うん、右足ちゃんと銀色になってます、うん、あとは全部金色の塗装されてますね、うん、Oh! Hello! Hello! I am C3PO Human Cyber Operations! Oh! 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 ドボドボしてんな。C3PO4 体出ました、はい、こんないらんわ。この次の5番の R2D2 は1体も出ませんでした、うん、残念でございましたね。その次がヨーダでございます。ヨーダ6番だね、はい、もちろん顔は似てないけど体は似てんね。そうだね。で、こうヨーダは2体出ましたね、うん、おー Fear is not to the dark side。はい、7番はこちらのチューバッカだね、はい、チューバッカこれね頭にこう手やってるでしょ、うん、多分エピソード5 の、 あのクラウドシティ捉えられてるところだね。ああ、うん、えー、ちゃんこの前ちょうどエピソード5見たところだからね、うん、うん、これが2体。ほら変な音出てさ、トゥイドゥイドゥイドゥイってチューバッカが嫌な音が出てさ、うわーって言ってたじゃん、うん、あのシーンでこれ、うん、はい、続いて8番のこちらがショックトルーパーだね、うん、これはよくできてると思う。そうだね。やっぱねヘルメットかぶってる系とかメカ系はねよくできてるね、うん、うん、ショックトルーパーすごいよくできてます、うん、そしてショックトルーパーは2つ出ましたね、うん、はい、これいいよ、うん、うん、ちゃんと銃構えてるしね、うん、うん、ショックトルーパーこれでいいんだよね。これいいと思う。これ2体あっても別にトルーパー系はね。そうだよね、うん、そして次が9番のダース・ベイダーですね、うん、これもいいんじゃない、うん、うん、マントがね、このたらびいてるとこすごくいい感じ、うん、後ろ姿もかっこいいしね、うん、ありなんじゃない。そしてこの次の10番のストームトルーパー出ませんでしたね、うん、次に11番のババヘッドですね。これもすごいよくできてる、うん、構えてて、しかもね、体が斜めになってるのこれ、うん、うん、これいいよ、うん、ね、いい感じ、うん、うちのジェットパックもついてるしね、うん、うん、で、この次の、ダースモールは出ませんでした、うん、残念。次にこちらが13番のグリーバス将軍ですね、うん、これいいね、うん、ライトセーバーちゃんと4つ持ってるし、うん、うん、I am not. You must realize you are doomed. で、グリーバスは、グリーバスは3体出ました。うーわ、これはちょっと雲みたいになっちゃったけど、うん、すごいけどね、うん、グリーバスってさ、ほぼロボットみたいな感じだからさ、グリーバス3体いたらさ、やばいよこれ、うん、ちなみにこの後のシークレットは出ませんでしたね、うん、はい、はい、ということで、2ボックス合計20個開けて梱封できませんでしたね、うん、9種類集めることができました、うん、14種類あるからあと5種類、うん、結構遠いねこれ道のりね。そうだね、きついわ、うん、はい、ということで今回はスターウォーズのチョコエッグでした。はい、ということでですね、今回の動画がもし面白いなとかね、よかったなと思う方はですね、ぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、うん、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。